ようこそ我が家のキッチンへ。なんでお前料理の時だけテンション高いよ。好きですから料理は。ひどいよ、ケンスケの料理は。そう、でもだいぶ良くなったけど、そうだね。コメントとかにも結構あるから、はい、俺が今日ケンスケにガチガチに指導しようかなって。おー、なるほど、はい、ケンスケにはあのパッカン系オムライスを真ん中で切る。あー、はいはいはい、あの TikTok とかで言うから、ね、そうそうそう、はい、自信のほどは、まあまあまあ先生次第じゃない。何その回。先生次第って、お前次第や。俺次第。早速でちょっと作り方を俺がまず教えます。なるほど、レクチャーします。ええー。あと料理作ってる時の俺クソつまんないんで起きないからね。未来はスポーツやってる時と料理作ってる時は一言も喋らんから。あとギャンブル。あ、ギャンブル。寝てるからね、ギャンブルは。ちょっとここら辺は俺が切っちゃう。いや早いな、なんか言ってよ、玉ねぎ切ってきますみたいな。ないの、もう始まってんの。あ、じゃあ玉ねぎをまず切ります。そう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 だよ、そうだよ。みじん切りするときは芯取らないようにしましょう。要はここをこう切れてないでしょ、こう入れてるでしょ、うんうん、で、これをあもうあとは、はい、こっちに入れてあげる。えー、すごい。力はいらない。女性と一緒ですか。女性も扱うように料理はね。なるほど。そのたまに粗くやっちゃいたいときあるじゃないですか。ありますね。そういうときはどうしたらいいですか。あー、ガシ。おい、ガシやめろよ。おい、山川。おい、使えるか。言い方、え、言い方、そんな突っ込めないから。同級生かのように。このぐらいだけ俺使っちゃうね。しゃばしゃば。しばくぞ。一口サイズがおすすめです。このままでかい方が好きです。しね。早くに声がきます。はい、早くやけ。おい。どうせカットなんだから。どうせカット。あ、やばい、やばい、やばい。師匠、焦げますよ。めっちゃ雨降ってる、最悪。パチ当たった。雨降ってる、今日。マジかよ。で、肉を最初にやってあげてください。あの肉の旨味を玉ねぎに移したいんで。はい、旨味。今回はうまさのポイントをいっぱい説明していくけど、はい、じゃあ順次寄ってください。はい、皮を焼いてください。皮をパリパリにしてあげたいんで、いろんな食感があった方がいいから、はい、あえて皮をパリパリにする、はい、好きでしょ、皮がトリトリパリパリの。トリトリ皮がパリパリの特攻。先生、また眠れてる。玉ねぎ入れます。はい、味がなかなかつけづらいんですよ。おお。ケチャップって酸味があるから、はい、酸っぱいの好きじゃないでしょ、はい、そしたらまずフライパンの底で、はい、飛ばします、酸味を、はい、ここでちょっと濃縮させる。ケンシロケンスケ濃縮とかよく使ってんじゃん。あ、深みとか深みとか濃縮とか。なるほど、これが深み、これが深みです、はい、これケンスケ、これは知ってた。これは知ってた。あ、知ってた。知らん。もうかカメレオンだな、お前。なるほど。コキ使うときは使ってた、はい、こういうときは撮影。いや、そんなことない。これ嫌いかも、お前。はっきり言うなよ、お前。うん、本当だ。あ、焦げみたいな。そうそう、これ、焦げみたいな。まず最初に今、はい、これ、見えたんで酸味飛んでるでしょ。ちょっと微妙でわかんない。おお。水分出るから硬い方が美味しいですよ。へぇ、塩入れます。何だよ。はい、パンダ入れます。パンダ、ブラックパピー入れます。パピー、はいや。コンソメ入れます。人に教える手際じゃないです。あ、確かに。いつも通りの手際。思いやりのない手際。はい、完成です。完成。え、およ。え、うまそう。この色合い。え、食べた。こういう色濃い方が美味しい。あかあつま。うん、まっ。え、カリカリ、これ何できるわけなくない。大丈夫、大丈夫。で、何が大事なのかっていうと、はい、オムライスで一番大事なものは何ですか。愛情。ふわふわの卵だろう、お前。はい、はい、はい。で、バターは美味しいから入れてね。でもバターは先に入れないでね、焦げるから。普通の油を最初に入れてからバター入れてあげるとかなりくっつきにくくなります。へー。けど結局フライパンの性能なんで、なるべくオムライス作るときはフライパンは、いいフライパン使ってあげてね。でも100均ですよ、これ。これいけますよ。シェフの技量によってはいけるですよ。すごっ。こっからはもう一瞬の勝負なんで。はい、見ててね。入れます。入れました。よく見せてね。ヘラを取って。え、これ混ぜます。もういい匂いする。一気に混ぜます。端っこ取って、はい、混ぜます、混ぜます。オッケー。じゃこのぐらいにしたら、もう、はい、え、ガチでトロトロ。ええ。当てた、当てた、これこれ。ちょっとくっつくな。やりづらい。まあ、なんでも。え、すごい。ケンスキは、はい、これ使った方が、はい、簡単だと思うんで、これでも。おお、すげえ。あ、もうそんなでいいんだ。まあ、そうっす。はい、で、転がして、転がして。うわー。あ、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 
みなさん。あららら。みなさん、みなさん。みなさん。まだ修正可能ですか？修正不可です。みなさん。よし、このまま。戻ってこい。みなさん。なぜやりきった。一番いいところです。皆さん、これらしくないですよ、俺。ここに持ってった時からしたら怪しいなと思って。それなんで？やっぱフライパンのせいですか？いや、フライパンのせいにはしたくない。まあそうですよね。実力不足ですよね。トゲがあるな、お前。実力不足ですよね。こういうのは、ここら辺、ここ塗ってごまかすとかって。いただきます。はい、どうぞ。どうですか？え、待って、本当にトロットロ、本当に美味しい。まーす。時間が大切。はい、混ぜる。一気に混ぜる。ガラ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 。そうそう、もっと早く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 。縦に縦に、橋は縦に、橋は縦に、下から上に向かって、はい、スッスッ、そうそう、いけ、そう落とす落とす。頑張れ。そうそうそう、いけいけ、落とす。おーおーおー、上手。そうそうそう。そう、そこまで行ったら、はい、飛んだ。はい、飛んだ。よしやりすぎだよ。いけ、せーので行ってみよう。せーの、だーせーの、だーあれーあれーあれーできた。いやー、オムレツになった。入れて、早く入れて足は縦に、足は縦に、はい、混ぜる違う、縦にだよ。どうぞ、フライパン揺らせ、フライパンも揺らせ。ガッツよ。あ、端っこからやりたくない。そうそう、端っこからね。そう。もう一回やる。行け。行け。OK。熱いなー。熱い。マジで熱い。熱いな、終わった。はい、これ使えば何ですか。はい、どうぞ。焦げちゃうよ。落ち着くな。せーの。あれ、体のフライドもせーの。よいしょ。あー、やったもー。出ます、入れる。綺麗。うわー、すごっ。うわー、え、すごっ。綺麗。なんとなく分かったし。あ、分かりました。あ、もう、あれは真剣です。料理人の目になってます。うん、まあ俺もさっきそれやったから。おー、トロトロ、結構いい感じじゃない？いい感じ。おー、すごいじゃん、ケースケ。あ、できた。いける。あとはもう本番だけ。はい、ケースケ、お前の力をちょっと。はい、じゃあ本番、はい、いきますか。かけ声、はい、じゃあ所要時間は20分です。はい、80点以上で合格です。はい、いけますか？はい、じゃあいきます。はい、もう口出し一切しないからね。はい、よーい、スタート。はい、ちっこ、相手の好みに合わせて切ります。たつきはでかいのが好きなんで、でかく切ります。でかすぎちゃいました。お肉切ります。このぐらい使っちゃいます。玉ねぎと同じ大きさ。じゃじゃ、一口だ。あれ、イエローカードです。次、隊長です。はい、はい、弟子が可愛くて動画やね。不細工でした。はい、そうですよね。ダルメシアンでした。はい、すいません。どれがダルメシアンや。いけ、101匹ワン。あ、皮から焼きます。そこは覚えてんだ。一枚です。はい。玉ねぎでかすぎない。酸化させます。なんか玉ねぎが取れません。もうここでルール違反を受けちゃって。白いとこを無理やりペイントしているようです。え、何してるの？あ、何もです。あ、やばい、余計なこと言った。余計なことを言ってしまいました。これでいいじゃん。何を見ていたのでしょう。何を見てたの。いよいよ最終関門、バッカン系オムライスです。あと5分ぐらいですね。
余裕がありますか？余裕あります。おお、卵混ぜるのもうまくなってきました。入れていいですか？お願いします。豆乳、いい、なんとか完璧。ここらしい、オムライスを食ってる姿はまさに変態、変態の所業でございます。一言も喋らない。ここが大事。おっと、どうだ彼、多分本当に失敗したくないんだと思う。トントン、絶対に落とすな。落とすな。乗ったか審査員、おでんくんの入場でございます。お願いします。お座りください。はい、じゃあシェフどうぞ。はい、なにこれ、ケンスケが作ったの？はい、お願いします。船だった。船出てきたんだけど。船広がった。大航海時代。風。なんか大航海時代。すごいね。じゃあケンスケ、ちょっと料理名だけ。あ、料理名。自分のあれで。はい、わかりました。夢に羽ばたけ大航海時代。オムライスでいくの？キャメラマンゴーでございます。キャメラマンゴー。はい、それまでやってあげるんですね。そこに、大胆。いらんことすんな。うお、そっちまで。あ、しっかりうざい。かけ方あるぞ。かしょ、いただきます。忖度なしで。え、マジで忖度なしで。忖度。じゃあ、いただきます。自然緊張するね。ちょっと待って。ん？お？なんだ、その反応は。二口目いきましたね。かけました。はい、はい、本当に忖度なしで大丈夫ですか？忖度なしで大丈夫です。はい、本日バッカン系オムライス、何でしたっけ？夢に届け大航海時代、キャメラマンゴーです。はい、全然変わってるやん。ではキャメラマンゴーの点数をお願いします。100点。マジで？めすごい。卵もふわふわだし、はい、このケチャップライスの味も整ってて、はい、味もちゃんとする？うん。コロナじゃなかった。うん、今日コロナじゃないよ、全然。すごい。やったね。おいけちゃった。え、何これ？あ、企画知らないのか。うん。本日の企画、キャメラマンに全力で料理指導してみたでした。あ、俺思ったこと言っていい？うん、これ味付けとか全部未来が教えたでしょ。うん、だよね。で、作業したのは健介だよね。うん、俺絶対そうだと思った。おぉ、すごい。わかんの？未来の味がしたの。マジ？でも、ちょっとこういう焦げ目とか、料理に慣れてないその卵のちょっとガサツさとかは健介だなと思ったから。それがいい味出してね。そう。逆にね。すごい。じゃあ、オムライスは克服ということで。いや、克服じゃないこれ。すごい。あれはできんじゃん。まんね。顔ざいな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